タイトル獲得通算100期という大記録に挑んだ羽生善治が豊島将之竜王に1勝4敗で敗退した。かつて将棋界を席巻した羽生世代にも世代交代の波が押し寄せている。しかし、年齢の違う棋士を単純に比較することはできない。つい最近まで一人抜きん出て勝ち続けていた羽生善治の強さの淵源は何だったのか。将棋ファン必読の新刊証言、羽生世代を上司した大川慎太郎氏がその真相を読み解く。羽生善治が2年ぶりのタイトル戦出場となった第33期竜王戦七番勝負。タイトル獲得通算100期を目指して豊島将之竜王に挑んだが、シリーズ1勝4敗で敗退した。将棋は自ら負けを認めて投了するところが他の勝負とは違う。12月6日午後6時25分、羽生が負けましたと、はっきり声を出して頭を下げた。その後、双方が一局を振り返って検討する感想戦を30分ほど行った。そこでの羽生の様子は普段と変わらなかったが、駒を片付け終えた時のことだ。羽生はすぐに立ち上がり、うつむき加減で足早に対局室から去った。王者の背中は少しばかり丸まっており、いつもよりも小さく見えた。逃げたわけではない。その場で、豊島に勝利者インタビューがあると判断して、配慮をしたのだ。羽生らしい美しい振る舞いだが、敗者の気遣いは見ていて、辛いものがある。羽生のタイトル復帰はならなかった。2020年の夏には、藤井聡太が史上最年少で2冠を獲得したこともあり、世代交代が進んだという論調も多く見かけた。世代交代の意味。将棋界で世代交代という言葉には、特別な響きがある。辞書を引けば、若い年齢の層が年配の世代にとって変わること。組織や集団で人事が刷新されて、若い年代が台頭することとある。一般的には良い意味で使われることが多く、フレッシュで爽やかな響きがある。これが円滑になされた方が良いと思われている方も多いはずだ。しかし、将棋界においては、その限りではない。勝負の世界なのだから、年齢に関係なく、勝者が偉いのだ。長期間にわたって頂点に君臨し続ける者がいるということは、若い世代がだらしないということになる。目の上の単行部である年配の世代を若者たちが視力を尽くして打ち負かしに行く。上の世代は必死に抵抗し、振り払おうとする。年が離れれば価値観や方法論のぶつかり合いもある。だから、世代交代という言葉は魅力的なのだ。一目瞭然のタイトルホルダー変遷。将棋界で世代といえば、羽生世代を思い浮かべる方がほとんどだろう。羽生善治を中心に、森内俊之、佐藤康光、郷田正孝、藤井猛志、丸山忠久ら、1970年前後に生まれた棋士たちが、平成の将棋。12月16日に、講談社現代、新書から発売された拙著証言、羽生世代は、羽生世代を中心とした16人の棋士のインタビュー中だ。序章には、羽生世代がどれだけ稀有な存在であるのかを、具体例を挙げて記してある。また近年、羽生世代の勢いに、陰りが見え始めたことにも触れている。2019年度は、羽生が初タイトルを獲得した、1989年度以来、初めて羽生世代の棋士が、タイトル戦に出場しなかった年度になった。将棋界でいう31年ぶりの一大事だ。そして2020年度は、冒頭で記したように、竜王戦で羽生が敗退した。1989年から2020年までの将棋界のタイトル獲得一覧を見ると、羽生世代が、特に羽生がどれだけ圧倒的な成績を残しているのかがわかる。そして2017年度から斜陽が始まっていることも一目瞭然だ。羽生は若手の春英にタイトルを奪われるようになり、2018年末には27年ぶりに無冠になった。前述した藤井聡太の活躍もあり、世代交代が果たされたと見るのは自然だろう。私も拙著の序章に、世代交代が現実のものになったと書いている。間違いではない。しかし、釈然としない思いも残らないわけではないのだ。年齢差の考慮が必要。羽生が若手棋士にタイトルを奪われ始めたのは、2017年で47歳の時である。年齢的に峠を越えていることは間違いない。羽生に名人戦で2度勝っている32歳の佐藤天彦九段が証言、羽生世代で述べているように、羽生さんほどの実力と実績を持つ方でも、年齢を重ねるにつれて、力の出方にどうしてもばらつきが出てしまうんでしょうね、ということなのだ。森を過ぎてからタイトルを奪うのではなく、実力を十全に発揮できていた45歳くらいまでに、羽生を打ち倒さなければ、それは真の意味での世代交代とは言えないのではないだろうか。前世紀の羽生にも危ない瞬間がなかったわけではない。証言、羽生世代の第3章では、世代交代に挑んだ棋士の視点として、年下の棋士4人に話を聞いているが、タイトル27期を誇る渡辺明との戦いは、最も厳しいものだった。棋士の格付けを図る上では、対戦成績が最も重要だが、年齢差も考慮に入れなくてはいけない。渡辺は、羽生より14年下だ。これなら双方の良い時期が10年弱重なり合うので、ギリギリ比較ができる。平成後期の名勝負を繰り広げた両者は、タイトル戦で9度激突している。初対戦では、羽生が貫禄を見せたが、その後は渡辺が3連勝。決着はついたかに思われたが、さすがに羽生善治、そこから盛り返した。確かにタイトルは失ったが、最後の番勝負となった2017年の7番勝負では、羽生が勝って永世竜王に輝き、同時に永世七冠も達成した。結果的に渡辺には、タイトル戦で4勝5敗と負け越しているが、通算成績では41勝38敗と勝ち越しており、2020年12月初旬に放送された NHK 杯でも羽生が激戦を制したことが大きな話題を集めた。渡辺も羽生さんを倒したという感覚は全くないと本書のインタビューで語っているが、それは本音だろう。現在の将棋界は4強と言われており、豊島、渡辺、永瀬拓矢、藤井がそれにあたる。非公式のレーティングでもこの4人が抜けており、その次に来るのが羽生である。渡辺との戦いについてはすでに説明したが、他の3人にも羽生は負けてはいない。永瀬とはタイトル戦で1戦1勝だし、豊島とは冒頭の竜王戦を入れても2勝2敗だ。そして藤井聡太とはタイトル戦で戦っていないというより、そもそも比較することがおかしいのだ。両者の年齢差は32歳差。羽生の全盛時にぶつかることができなかったのだから、比べようがない。それでも直近の対局、2020年9月王将リーグは、羽生が制しているのだから、恐るべし、である。羽生は確かにタイトルを失った。しかし、誰にも倒されてはいない。矛盾しているようで、そうではないことがお分かりいただけるだろうか。だからこそ羽生は、史上最強棋士の一人に数えられるのだ。時代が違いすぎる。最強棋士といえば、故・大山康晴、15世名人の名前も上がる。1923年生まれで、1992年に逝去した大山は、タイトル獲得通算80期を誇る。また、大山は50歳になってから勝ち星を伸ばしたことで知られ、66歳でタイトル戦に挑戦、また69歳で亡くなるまで、最高峰の順位戦、A 級に所属する論もよく見かけるが、時代が違いすぎて、何とも言えない。大戦の時代にはタイトルの数は今よりもずっと少なく、現在と同じ八冠制ならもっと多くのタイトルを獲得していたという意見も自然だ。ただし大戦の時代は棋士間の実力の差が今よりもはっきり乖離していた。昭和30年代、40年代は最高峰である順位戦 A 級に在籍している棋士の間にも実力差があったことは棋譜を見れば明らかだ。職人がノウハウを流出させないように、当時は強い棋士たちが技術を囲っていた。今は違う。勉強の方法論や材料はいくらでもネット上に溢れ返っている。強い棋士の棋譜も容易にチェックできる。何より AI もある。21世紀に入ってからは、ますます競争が激化しており、一人勝ちがしにくい状態になっている。それでも羽生は、つい最近まで一人抜きん出て勝ち続けていたのだ。なぜ羽生はこれだけ強いのは、本だ。なぜ羽生はこれだけ強いのか。この指数ではとても論じきれないが、証言、羽生世代のインタビューで、羽生は刺激を受ける人たちが多くいるのは本当に大事なことですと語っている。それはそうだろう。けれど羽生ほどの超一流棋士が当然の話を口にすることに、凄みと重みを感じてしまう。刺激を受ける人たち。それは、次のオーディオビデオでお会いしましょう。